はい、どうもでです。本日はですね、今回もゲーム実況なんですけれども、まあ、タイトルとサムネを見てもらったら分かると思うんですけれども、今日はね、オセロニアというアプリをやっていきたいと思います。かなり有名なアプリなので知ってる方もいるかと思うんですけれども、まあ、僕、実は結構なオセロニアでして、まあ、今回はこの動画がオセロニア初動画ということなので、攻略系というよりは、普通にエンジョイするような動画を届けられたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、というわけでですね、オセロニアはこちらでございます。まあざっとこう簡単に、僕のステータスの説明ですけど、今ダイヤモンド1のランクが237でって感じですね。まあそこそこやってる方かなっていうふうには思います。でお気に入りのアバドンが、進化アバドンがトップにいるんですけど、こいつをね、透過させたいんですけどね、透過の素材が集まってないっていう、透過させるのめんどくさいんだよね。まあそんな、初心者の方にもね、わかりやすい、こう、プレイをしていきたいと思ってます。だけど早速ね、なんかコロシアムかなんか行きましょう。なんかあるかな。あ、猛毒杯やってる。これね、この毒デッキが猛威を振るんじゃないでしょうか。というわけでね、猛毒杯を今回はプレイしていきたいと思います。はい、で使うデッキはこちらですね。リーラがね、まだ進化しないっていうところで、ちょっとね、まあ一回このデッキでバトルしていきたいなと思います。いきます、バトル。さあ来た。わー、相手リューパかー。毒パにリューパは良くないぞ。しかも相手のターンからだ、まずいですね。やべ、そして今思い出した、 BGM がオフになってる。最初にオルロソルシエでしょ。こいつのねコンボスキルがなかなか強力なんですよ。なので、最初のうちに潰したいということで、ここにこれを置きます。ルキア、こいつはね相手の次使うコマを限定することができます。あー、そっちじゃないんだ。これでね相手のコマを限定させます。とりあえずそうすることによって打つ駒が限定されます、相手は。でしかもアタックが一番小さい、攻撃力が一番小さい駒になるので、必然的にそんなに強い駒は来ないってことですね。ただこいつもなかなか強いんですよ、エルツロアヘ。あ、でアバドン来ましたね。140も与えるカモン。あ、そう、めちゃくちゃだなで多分これでここ来るかな。 A の3。あー、やっぱそう来たか。もう無理じゃん。毒パーはね、そういうダメですよ。まあ順当にいけばスパルムここだよね。でももうだってね、レグスのコンボスキルで一発だもんね。もう負けじゃんこんな。はい、やー、もうもったいぶんないで早く殺せよ。何を遊んでんだお前は。しょうがないやつだな。一発リーラかましとくか。相手の攻撃力を下げます。アタックをね、30% 減少ってことで、結構ね 30% 減少減るんじゃないかな。だからなんかアムルガブンとか引かない限りはまあ大丈夫なんじゃないかなと思うんだけどな。おっ、ここでこいつのね名前よく分かったね。いざ参らん。でも参ったところでなんだよな。テンパーこっちかな。こうだな。来たれん。でもねー、きついよね。もうワンターンあればね勝つんだけど、さすがにこうなっちゃ勝てねえよな。はい、いやー負けたなー。いや今のはきっちいよなー。もう一回いきましょう。もう一回リベンジ。あー、おい、またリューパじゃねえかー。またリューパかよー。でもさっきより HP が低いなー。どうしたもんかなー。迷うなー。初手にねフランケンシュタイン、フランケン来たのでかいですねー。お、ムスタバ。どっちに置こうかな。今この上か下、右上か左、右下で。だって右上行ってもいいんだけど、あえて右下っていうのは悪くないんだよな。こっち行こう。攻めます。いいね。
これで次相手がどう来るかだよね。これが 1.1 倍でしょ。真ん中来るかどうか。お、端取ってきた。よし、これで次のターン俺が角取れるから角にスパルムを置きますと。これはいい形作れてるんじゃないか。うん、悪くない悪くない。しかもスパルムのこの上昇値が高いで、スパルムは普通だったら毎ターン200上がるんですけど、今回猛毒愛ということでスキルが補正されて毎ターン400ずつ上がるようになってます。これかなりでかいです。あ、でしかもこれあれじゃん。いや、ここはねこっち行く。ドクトルファースト、こいつはね3枚以上で 1.7 倍のかなり強力なコンボスキルを持ってます。でここ3枚ね取れるんで、次まあ一旦じらしいてからのファウストのスキルでいいかな。あー、そうはさせないって感じね。じゃあもうシンプルにこれね、アバドンをここに配置。これでコンボスキル、これ結構ダメージいくんじゃない。そうでしょそうでしょ、1万、イエーイ。これはね、いい駒の配置ができた。本当にいい流れで置けた。ありがとうございます。一勝できました。